すでに価値は見えておる。 徳川にもはや我らを阻む力はない。あとは信長を打ち倒し、京に武田の旗を立てるのみ。勝頼様、お気持ちはわかりますが、信長は侮れません。油断大敵でございますよ。<笑>いつもならお前の説教は耳に痛いところだが、今日は響かぬぞ。いかなお前とて、 今日ばかりは心が浮き立っておるはずだ。勝頼様に心を読まれようとは、私もまだまだ精進が足りません。<笑>言ってろ。信長など父上の敵ではない。父上の手でようやく戦のない世が。申し上げます。 若殿様がなんでここに？おや、お前は正幸も隅に置けないな。何をお考えか、信玄公が回してくださった忍びですよ。どうした、報告せよ。あ、はい。徳川軍が浜松城を出てこちらに向かってきます。徳川、確かか？ はい、確かにこの目で。お前がそんなに驚く姿を見られるとは、そっちの方が驚きだな。は、いえ。しかし驚くのはわかる。父上ももう家康など捨て置いて進むおつもりだったというのに、徳川にまだそんな余力があったのか。お前の言う通り、 明日は角翼の陣を敷いたね。わしらを両脇から包囲しようというならば、こっちは魚鱗の陣で行くよ。敵の出鼻をくじき、中央を突破せよ。 三河武士の水強さ、思い知らせてくれ。敵の戦意は高い。包囲されては厄介です。石川数正をうまく釣り出せればよいのだ。つばたらきなど自慢にならん。口だけは達者だな、三河武士は。遠くから吠えるだけとは。 肩払いか。いかん、カズマサ、それは武田の挑発ぞ。
不働きなど自慢にならぬ。見えているぞ。敵の陣形は崩れました。もう一押しすれば総崩れとなりましょう。さてさて、私もお仕事始めますか。落ち着いたものだな。さすがは親方様のご推薦といったところか。いや、それほどでもありますかな。その調子で褒めて伸ばしておくんなまし。この間ね、ここで攻勢に出るよ。通りさせたとあっては信長様に顔向けできん。だが徳川の面目が立たん。武田の侵攻この地で阻むのだ。やはり徳川に勝ち目などない。何故こんな無駄な戦。武田の大軍を前に意地を見せた。そのことが徳川の名を高めると考えた。短期だけでもすればよ。望みで華々しく散らせてやるね。この戦争奇襲の好機。反攻共に行くぞ。一言坂の雪辱を果たしてみせよう。援軍として参じたが間に合わなんだ。
手ぶらで帰るわけには参らぬ。ここは信玄の首をいただいていこう。そして家康、お前は何を恋すなのか。これより先はこの戦いが進ませぬ。信長様、申し訳ございませぬ。収めるのも家臣の役割ではない。知らしんのよ、主が覚悟を定めたなら突き従うまで。徳川の世を見られぬと。家康様の身代わりを務めたのだ。なんたる誉れか。生き延びてくだされ殿。見えているぞ。我が格を取った殿、お逃げくだされ。家康様を死なせるわけにはいかない。私も少しでも敵を食い止めなきゃ。朝雪、見事資料の深いもののくじらんで。すみません、すみません、ここは通すわけにはいかないんです。見るのがない。すみません、その言葉撤回してもらいます。無働きなど自慢にならん。時間稼ぎもできなくてごめんなさい。無働きなど自慢にならん。真田正幸か。
よくもここまで。あのスパイダー、潔くその首を差し出せ。父上、大丈夫ですか？どこかおかげで。何のためのおかげやよ。戦に集中しておれ、勝つより。何か無双とは応用なことだ。イエス、覚悟。ああ、家臣死なせて自分は行きますか。何とでも言うがいい。わしは死んだ者のためにも太平を。気に入らん。お前たちを死んで奴の言い訳になるか。やれるものなら。元気4年4月、武田信玄は病に倒れた。武田軍は上洛を中断、甲斐への撤退を余儀なくされる。
奇跡だ。正義様、良い武器は良い品が入っております。お目が高い、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 お目が高い。ご武運を。いかがした？
武器を。良い品が入っております。ご武運を。行ってまいります。また城下に遊びに来てくださるだろうか。雪村様、お気持ちのこもった薬をお届けすれば、勝頼様もきっと元気になってくださいますぞ。
やった、見つけたぞ。これで勝頼様も元気になってくださる。雪村様、素晴らしいお働きです。若も勝頼様もお喜びになりましょう。Thank you.
商品が入ってますぜ。また来てください。忙しい忙しい。はい。おお、雪村様。忙しい忙しい。はい。はい。はい。いいっすね。最高です。これは雪村様。すまない、正幸。このような時に当主がツツジヶ崎館を離れるなど言語道断だな。このような時であればこそ勝頼様は私をお尋ねになる。お見通しです。そうか、そうだったな。まったく、お前は武田の当主など私に務まると思うか。他の誰に務まりましょう。こんな有様の私を見てもそう思うのか。人が死んで悲しいのは当たり前だ。勝頼様が私に教えてくださったことです。今はただ悲しまれるのがよい。そして明日よりは信玄公の志を継ぎ我らをお導きください。できるだろうか。私に我らがお支えします。私が必ずそばで力を尽くします。そうか、そうだな。私が武田を、父上が残したものを守っていかなくては。必ずこの身に変えても。勝頼様。父上、お帰りなさいませ。ああ。父上もお元気がありませんね。雪村。私も。内気も他の者も皆暗い顔でため息ばかりです。雪村、お家は今大変なのだ。はい、つまらないことを言って申し訳ありません。お前たちが気にすることではない。いつも通り鍛錬に励みなさい。
父上。はい。そうだ。私が支えてみせねば。武田も、勝頼様も、この子らも。武田信玄の死から数ヶ月後、織田信長は浅井長政のこもる小谷城を落とした。信長の妹にして長政の妻であるお市は、長政に幼い娘を託され、城を落ち延びた。お市様、こちらへ。危のうございますぞ。ささ、お早く。第四章、奈落。武田信玄死す。その知らせは戦国の世を大きく揺るがした。信玄の後を継いだ勝頼は、破竹の勢いで戦力を拡大する信長との決戦に向け、慌ただしく準備を進める。信玄が残した思いと武田家当主としての重責は、勝頼の在り方に大きな影響を及ぼす。変わりゆく友の姿を正行は複雑な思いで見つめていた。